横田神社は、岡山県総社市にある神社である。備中国下道軍の演技式内社にして、総社市にある式内社7社のうちの一つ。正木きさん南六の総社市西部の釧路地区に鎮座し、同地区の中部、北西部を宇治湖地域としている。旧社格は孫社。天野保避の命と、菅原道真を祭り、学業成就や新願成就などの神徳がある。 創建年代は不詳。天武天皇がこの地にあった安宮に安在したとき、天智天皇の御子である、大友御子が天皇を倒すために大軍を率いて攻めて来たので、天皇は自らの体を清めて、天神地味を放祭して、戦勝を祈願。その結果、大友王子軍を打ち破ったことによって、彰子を立て、崇敬したのが横田神社であるとも言う。境内の石碑根流や、 その他の資料によれば、中世に一度衰退し、天正十三年に天神宮として再興したという。後に、文政十年頃から天宝七年頃の間に再整備され、横田神社と再度改称した。現在の社殿はその頃のものである。なお、かつては、鎮座地の西方の正寺別所地区にある印、林山かつ福寺が神宮寺であった。年に度の祭りが開催されていて、 特に秋祭りは大規模であり、後日の神楽殿にて、備中神楽が奉納される。現在の社殿は、文政10年頃に完成したもの。本殿は、桁行雪一軒、張間二軒の入りも屋作り、平入り、南に回廊を通じて、拝殿と連絡する。拝殿からさらに、東、西、南に回廊が伸び、 特に南方に向けてのものは長く作られ、上空から見ると十字型の独特の形をした社殿構成となっている。拝殿西方には、社務所、東方には、菅原道真を祀る天神宮、南の回廊の先には、神奈川門が建つ。神社としては珍しく首郎が設けられている。さらに、境内南方に、神楽殿が建てられている。また、境内には、 小さな経済車が多数祀られている。JR 白尾線、JR 紀尾線、茨鉄道の総社駅より中鉄バス新本駅に乗車、横田停留所で下車し、徒歩3分程度。ありがとうございます。